キンプリ5人体制最後の M ステ披露局曲ハスノーマン,アンも。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 テレビ朝日系で19日に放送される音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャル58時の出演アーティスト及び披露曲が12日番組公式サイトで発表された。先だって出演が発表されていたキングプリンスをデビュー曲シンデレラガールと新曲ビューティフルフラワーの2曲に決定。 ビューティフルフラワーは、ミリオンセラーを達成した初のベストアルバム収録曲で、ファンへの感謝の思いをメッセージに込め、過去現在未来を歌ったバラードとなっている。キング・リンチェは今月22日をもってメンバーのキシユ平タ・ヒラノ・宮司優ジユタが脱退しよく、23日のデビュー記念日からは長瀬角・高橋海斗甲イコール橋五高の、二人で活動を継続継続。 現体制でのエムステ出演は最後となる。スノーマンは、愛言葉、スローの2曲を披露することが決定。また、愛子、ユーバーワールド、小崎優也、スピッツの出演も新たに発表となり、歌唱曲も公開された。近く、ミュージックステーション、2時間スペシャル出演者披露曲愛子、いつ終えたら、ユーバーワールド、ピグマリオン、小崎優也、オーマイリトルガール。 キングプリンス、シンデレラガール、ビューティフルフラワー、スピッツ、ときめきパート1、スノーマン、合言葉、スロー。米印50音途順。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。